回の展示のコンセプトは以前からやっていた現実する少女展という展示の3回目の展示になります。僕が撮っている写真に彼女が絵を描くというスタイルです。作品集を新しく作りました。今回初めて作った作品集なので、はい、一番最初から作った写真から、最近のところまで、ほとんど載っております。すごい力を入れて作った作品集なので、はい、ぜひお手に取ってみてください、はい、以上です。以上です。展示のコンセプトが国際の雄たけびということで、作品自体が、雄たけびみたいなのを叫んでる作品が多いので、そういった作品を中心に展示してます。立体のものは元はだるまなんですけど、それに粘土くっつけて、でこっちの絵と同じようにペンで塗って、で仕上げでニス塗ってテッカテカにしてます。なんか普段の生活の中でイライラしてることとか、なんかそういったのから作品に向けてこう発散させてくる感じですね。またデザインスタギャラリーで展示するので、また機会があったらぜひ見に来てください。There's not really one concept. It's kind of all over the place. A lot of them have to deal with heartbreak or the relations of men and women and trying to find humor in sometimes sad concepts. I do a lot of work for different rock bands in the Oakland, California area, and they ask me to do flyers or album covers and stuff like that. So a lot of times I try to theme it with the type of music I'm doing it for. And usually my inspiration is music and experiences from my own life.